それは選択もしない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は村人です。夜が更けました。発言ターンに入ります。8番のプレイヤーが発言します。大吉さん、ありがとう。はい、おはようございます。そうですね、まあ、2-2になったら霊能必ずロラしますね、自分は。で、霊能の精査は自分は全くしないので、重点的に占いの精査をもう初日からもつけていこうかなと思ってます、自分は。グレー精査よりか占い精査の方を自分重点的にしていきたいなと思ってます。あと2-1-2番目になったら自分は絶対占いからいきますから。はい、あとはそうですね、あと人外って結構白を置いてくる人多いと思うんですけど、その白置きの仕方がなんかその納得できない白置きの仕方だったら評価視してるのかなと思って、自分その人に投票しようかなと思ってます。基本的に初日の釣り位置は自分と思考が合わない人間や考察が伸びない人間を釣ろうかなって思ってますね。これが自分の思考ですね。はい。9番のプレイヤーが発言します。はい、1周目お願いします。占い師5番ランダムシロ、5番ランダムシロです。サークお願いします。そうですね、まあ、8番さんなんか盤面の話をほとんどしてたんで、正直まあ2周目なんですけど、まあ、霊能2人だったらロラするって言ってたんですけど、まあだったら霊能一角させるような動きちょっと8番さんすればいいんじゃないかなと思ったんですけどね。なんか霊能ロラって結構無駄じゃないですか。まあ、8番さん霊能出てムラスラとかでも自分は全然いいのかなと思いますけどね、一角させるためだったら。ってぐらいかな。まあ、8番さんはもうほぼほぼ盤面の話ばっかりで、陣外はすぐ白置きしてくるみたいな感じ、だったんで、まあ、2周目頑張ってくださいって感じですね。まあ、あんまり印象は良くない自分目線ぐらいですね。はい、2周目動きます。以上、1番のプレイヤーが発言します。はい、ちょっと初めての人もいると思うんで自己紹介すると、自分ちょっと潜伏が村が強いと思ってるんだよね。ってことはやっぱ9番さん現状2戦目で見てます。で、自分8番さんそんなに印象悪いとは思わなかったんで、その9番さんが8番さんをなんかちょっと怪しめで見てる視点もちょっとおかしかったから、俺は現状やっぱ8番さん白いのかなって思ってます。で、8番さんのいいとこって占い審議つけようとして占い師に圧をかけてるとこも印象良かったんで、声色も悪く感じなかったんで、やっぱそこ叩いてる9番さん2戦目かなと思ってます。で、あと自分霊能者1周目で出てほしくなくて、やっぱり俺進路が一番嫌なんだよね。もう絶対霊ロラってして、結局、占い師のスキル差で、決まっちゃうんで、霊能者は8番さんの位置で出てほしい。2番のプレイヤーが発言します。なねずみさん、はい、資料特にございません。9がご白把握してます。まあ、9番さんが8番さんに、突っ込んだ印象が悪いっていうのが、まあ、1番さんも述べてたが、あんまり印象が良くない、俺も。8番自身が、霊能に使用場面になった場合って占いに真偽をかっちり入れるから、その分占い師は頑張って真取りに来いよってことでしょ。それに対して恐れをなした人物にしか見えなかった、9番に関してはね。で、まあそうだな、8番さんに関して、まあ1番さんがね、潜伏って言ってるんだけど、まあ8番さん視点で目線詰まるのもまた強い盤面を作る可能性もあるし、8番さんの意見が伸ばせるかもしれないから、1番さん自身の進行は悪くはないと思うんだけど、まあ8-1ともに占い審議、そして1番さんに関しては審議をしっかりつけていくってことだったので、そこの意見聞き次第だと思ってるんで、まあヒロインにで2人とも2周目なのかなと思ってます。以上です。3番のプレイヤーが発言します。こんばんは。はい、おはようございます。村人陣営 CEO はございません。まあ、8番さんから始まって9番さんが占い仕様でご指導、そうですね、まず8番さんなんですけども、私はね少し思考合わない人釣りたいと8番さん言ってたけど、私ちょっと8番さんと合わない部分が一つだけあって、陣外が白を置いてくるっていう発言を残してるんだけど、陣外が白置きするところっていうのは逆にこう自分の首を圧迫することだから逆じゃないかなって思っている、だから8番さんとそこだけは合わないかなって思ってます。まあ霊能ローラーとかはどうしても私も
霊能は釣り切りかなって思っちゃうんですけどね。まあ、一番さんが唱えてる潜伏論っていうのは、わからない。実体験としてあまり数が少ないからですね。どういう考察を述べられるのかっていうのを一番さん、まあ、二番さんについては印象がいいと思っています。4番のプレイヤーが発言します。はい、俺霊能者ですね。全然潜伏しませんよ、俺は。そんな、やったってね、考察乱すだけなんでね。潜伏しません、俺霊能。一番気になったのは8番さんかな。考察伸びない人はね、なんか圧かけるみたいな。すげえ、なんか圧力かけてて。一番最出初にた発か。言してる。発言してね。まあなんかね、俺とはちょっと合わないかなって思った。俺、霊能です。はい、以上。5番のプレイヤーが発言します。おはようございます。村人陣営です。9番さんが占い師をして、私に白ハーフです。そうだな、レロラ、8番さんがレロラって言って、なんかさ、霊のせ、審査はしないですぐにレロラって言ってるのは私は反対かな。なんか、どっちが神明かなっていうのをちゃんと考えてから、まあ、ローラーするならローラーした方がいいかなって思ってます。で、何だっけ、1番さんが潜伏の村が強い。私も霊は潜伏が強いと思ったけど、4番さんがもう出てきちゃいましたね。霊はね、本当はなんか黒が、釣ったところが黒だったら出てくるのが一番強いかなって思ってる。今のところ、なんか3番さんがに違和感あった。さ、3番さんってさ、8番さん、時間がない。3番さん、ちょっと怪しんでます。6番のプレイヤーが発言します。はい、6番です。占い師で7番さんに白です。把握お願いします。始まって、9番さんについては、わかりませんね。人狼か狂人か。これは場面にないとわかりません。で、4番さんが霊能師を。4番さんについては、潜伏、8番の位置で出てもよかったのかなとは思いましたけど。で、グレーでいくと、3番さんが8番さんに取ったのは、要素はちょっと気になりました。8番さんが言ったのは、白浮きした場合の理由をちゃんと精査するということ。3番さん、8番さんに指摘したのは、白浮きしたことについてだったところが、ちょっとずれてるかなと思いました。2番さんが9番さんに対して指摘した辺、9の8叩きは変。これはそうだったんですよね。8番って霊一角の動きすればいいかなって9番言ったのは変だったから、そこは的確だった。7番のプレイヤーが発釣言りしじまゃす。ないな。とりあえず話を聞かせていただきましたけど、1と3かな気になってるのは、1は狂人でやってる可能性が大かないで、っていうのがあるかな。9番が初週で出て、自分の信仰とは違かったから釣るみたいな、信切るみたいな感じの発言だったから、1番って、なんか2周目はこんな感じだろうなと思うかな。なんか6番の人狼とかそういうのをケアしない人物だろうなって思ったから。で、3番に至っては捉え違いして8番ぶん殴っているから、もう少し人の考察を聞いた方がいいんじゃないって思ったかな。正直言って1、3で釣りたいかなって思っている。で、現時点で釣りたいのは1番かな。ごめんやけ7強ど、か。村だったらいらないし、ローだったらラッキー。8番のプレイヤーが発言し来ます。た来た来た。お、いいね。ってことは今日は6かな。情報釣りで、でも待ってね。一番、そう、でもさ、6番の方が俺新芽だと思ってたんだけど、こうなった以上ちょっと発言聞かないとわからない。で、3番に拾った違和感は、自分って白浮き、その3番に対して俺に殴るのであれば、1番って8番のことをもう結構白はじ、もう白で置いてる人間だから、3番って1番のことじゃ狼で見てないのかな。そこまでの言及が欲しかったんだよね、3番に関して。じゃあ1番に関して全くあんまり触れれてないから、8番にだけ殴ってる構図があんまり、なんだろ
考察が伸びない人狼かなって自分は思ったから、だから3番1本で行こうかなと思ってますね。で、どうだろう、それぐらいかな。別に1番から自分白浮きされたけど、別に1番からは、7番は一番怪しんでた視点があったけど、そこまで自分は怪しむ視点はなかったのと、3番が1番に殴ってた要素って、だって1番の視点って多分2周目の位置で霊能出すってことだよね。2周目の自分の位置で霊能出すっていう多分意図だから、別に何もおかしいことは言ってないのと、5番さんが発言してた霊能を初日先ん霊能は初日出りんなんていうのかな、霊能考えてローラーするって言ってたけど、考えてローラーするぐらいだったらもう霊能ノースでローラーして、それ以外の考察を重点的に当てた方がいいと思ったかな。はい、だからまあクロス占いして3かな、集めるならと思ってますね。1、3だったら。はい。9番のプレイヤーが発言します。はい、2周目お願いします。そうですね、まあこの位置なんでちょっと乱してあげれないんで、まあ4番さんに全部お任せしようかなって感じですね。まあ8番さんを初週やっぱ言ってたのとちょっと2周目違ったかな。1番さんは8番さん印象いいって言ってきて、ただ8番さんの1周目の発言じゃ本当ほぼなんか盤面の話と人外は白塗ってくるよみたいな。で、1番さんは8番さん印象いいって言ってんだから、8番さん目線どうなんだろうなって今聞いてて思ったんで、まあなんとも言えないんですけどね、そこは。俺はこの位置なんで乱してあげれないんで、4番さん頑張ってください。まあとりあえず絶対4番は守るから今日は。いや難しいね、グレー。正直1周目聞いてて、こいつがめちゃめちゃ怪しいとか黒いっていう印象は現状受けてないですね、誰からも。さあどうだろうな。一番、まあね、俺初週の最後に2周目動きますって言ってるんだけど、一番さんな、8-1、8、ちょっと俺8-1で、次ちょっと一番さんの話もちょっと聞いていきたいかなって感じですね。ぐらいかな。正直ちょっとこの位置なんで4番さんにお任せします。1番さんどうぞ。1番のプレイヤーが発言します。俺も7番さんの狼は一切追ってないかな。その理由よね。これ9番さんをめっちゃ偽追いしたんだよね、1周目に。で、7番が1を釣る行為ってもったいないんよね。6、7だったり6が強で7で囲えてる時って1を釣ったらもったいないんよね。9を2戦目で見てるから。だから7のローは追ってない。ただ強靭はあるかなと思ってるかな。だから1が9叩いてるとこから、1、9のラインがないから7は1を釣ろうとしてる感があるから、7ってあって強だと思うんだよね。で、俺6番さんローだと思ってて、まあそのなんでかっていうと、まあ自分は潜伏が強いと思ってるんで、2番が潜伏したとこはメリットがあることと、で、6番さんがどこを釣り寄すか見たかったのね。9番さんはしっかり8丁を怪しむ視点あったんだけど、6番さんってどこを怪しむ視点とかもなかったし、釣り位置言わなかったんで、これ対抗にラインを見られたくない自分は6ローだと思うんだよね。ってなると、ちょっと6番さんが釣り位置言ってないからちょっとラインが見えないんだけど、まあ6番さんの釣りたいとこと、加味して、自分は6が釣りたいとこ行かないかな。で、8番さんはそんなに印象悪くなかったんで、まあ、あんまり行く気はない。ちょっと3、5の発言聞くのと、6番さんがどこに行きたいかも加味して、俺は投票したいと思う。うん、3、5どっちだろうね。うん、3番さんちょっとやっぱ8番釣りたい感があったんで、自分3番さんに現状行こうかなと思う。のプレイヤーが発言します。はい、まあ、潜伏した理由に関しては9に白が出てたこと、3子を狙える場合は出たやつが狼確定になるからですね。まあ、現状6番が出てきたこと、6番が狼じゃない場合、9番のスライドが見えてる人物、6番が狼でね、だった場合、5に白を打たれてる状態でね、9の強靭だった場合の話なんだけど、ゴール感なさそうな、出るメリットほぼないと思ってる。情報釣りの観点から6釣りってほぼされるという盤面が見えるから、6が狼視点だった時の5の狼はなさそうで、7番に関してもちょっとなさそうかなって思うとこ拾ってて、7が1に対して狼ケアしてないよっていうことをわざわざ言うメリットがないと、6が7を囲ってた場合は
狼視線で。だから7も若干狼目は薄れたかなと思ってる。で8番さんに関しては、まあ、9っていう人物がスライドして26の占い審議になった時にグレーズリーに関しては、3の殴りリフト3、1本3の1は本当に不当だけしかなくてクロス占いって言ってたんでクロス占いはできない。9、1隠してんだから俺は別にクロス占いしてもいいけど、はい。で6が1、3って釣り名を提示してたんで1、3っていうのもないようには見えるんだけどどちらかに相方いる可能性もあるんで、ね、だから3番視点でどう見えてるか2、6審議確実に述べてください。8番視点で占い審議が伸びなかったことがちょっと気になるから俺は3、8のランでいきたいと思ってる。5番に関しては若干狼目はないと思ってる先ほどの理由から。だから今日は俺3、8で釣りちゃうかなと思ってます。以上。3番のプレイヤーが発言します。いや盤面的な理由からいくと2番さんが死んだと思いたい。あのムーブ潜伏占いで9番さんに白が刺さって9番が騎士ってことであれば盤面的には強いと思ってる。だけど釣り地の提示は飲めなくて私は8番さんじゃなくて1号のどっちかに行きたいと思ってます。なぜかというと1番さんが8番さんを白置きしてるからです。まあ、6番さんがローだと明確に1番さんは述べていてその釣り位置の6番さんがどこも釣り位置上げてなかったから、その釣り位置には行かないとよくわからない発言を残してますけど6番さんっていうのは明確に私に対して8に取った内容が、おかしいですよというふうに指摘を挙げてる。でかつ5番さんっていうのは1周目の段階で、霊能についての考えを述べて最終的に3が怪しい要は霊能は考えて釣りたい霊能は潜伏が強いと1番さんと同じような発言を残していてかつ最後の方で意味がわからない理由付けもなく、3が怪しいだから3を釣りたいという発言を残してる。だから1、5、6っていうのはかなりつながってるんですよね私の中で。けど楽しいんだけどね。で8番さんは白いと思ってますっていうのは8番さんはなぜ、謎に1番さんに白置きされているから、かつ8番さんが私に指摘した内容というのは、まあ、まっとうかなと思います、まあ、1周目1を殴られなかったのは間違い。4番のプレイヤーが発言します。どうだろうね。ここ1、8は絶対陣がいますね。どっちか、なんか3番さんがねなぜそんなに強く言うのか俺には分からなくなってきた。でも1、8は絶対陣がいる。俺の7番さんと一緒の考察だったんだよね。ごめん、間違ってたらごめん。俺8番さん行くわ。初日のね、考察伸びない人はつるって言った強気のところでね、2周目。全然強気に言ってないところで、これ8番さん行きます。間違ってたらごめんなさい。8番さん行きます。5番のプレイヤーが発言します。8釣りですか ?4 番さん、8釣り。8番さんって3釣りをしてるんだよね。3と8って別人外だから。私3の方が黒いと思ったんだけど、なんか1周目でなんか変なこと言ってたんだよ。なんかその、なんだかな、8に、8はなんか合わないとか言いながら、2番さんってさ、8の印象いいって言ってなかったっけ？違うな。なんだっけ？ 8 印象悪いしたんかな？あれ？なんだっけ？なんか昨日言おうと思って忘れちゃった。でもなんか3番さん昨日すごい印象悪くて、で、8釣りをしてるから、どうなんだろう。まあいいや、でも4番さんが8って言ってるんだったら、8いきます。何だったっけ？目忘れちゃった。8いきます。6番のプレイヤーが発言します。はい、6番です。よろしくお願いします。まあ、4番さん、レイノさんが8釣り。まあ、8狼はありと思いますね。8番さんは、2周目の最初手で3番を釣りをしましたね。
3番っていうのは、まあ、私も指摘したが、8A の精査がちょっとずれてるんじゃないか。これは5、6、7と同じリズムで来てたところに、安易に8一本釣り、釣りやすいところを釣りに来てる狼っていうのは全然あるかなと思ってます。強靭位置じゃなくて、人外だったら狼で落ちる位置かなと思うので、8釣りはありかなと思ってますね。で、1番さんについては、私に対する指摘は、私視点不当ですね。1周目に釣り位置を提示していなかったから、偽性だという精査ですけれども、それって審議判断になるんでしょうかと。私の位置で、しかも盤面も決まっておらず、しかも4番さんがあえて出てきたことから、4偽もあるのじゃないかなとかですね、そういう精査もありつつの、盤面固まってない中での釣り位置提示できるでしょうかって考えてください。1は、ただ、人外で強靭位置かなと思ってますね。裏縄に来ている位置かな。で、2番の考察で6号がない。情報釣りの観点でないっていうけれども、時系列的におかしいんですよね。私が7白の時に、3白場面でなかったから、そこで5、6ローの否定っていうのはないから、安易な理由で、この狼っていうのもあるかなと思ってるでしょ。7番のプレイヤーが発言します。正直言って、霊能さん、一本釣りマジでやめてほしいんですけど、LINE、が見えないっていうか、黒、2つの提示をしてほしいなと思ったんですよ。だから、もう、俺、4番さん、敵に回りは、村なんですけど、4番さんの敵に回りますね、マジで。すいませんけど、LINE 提示できないんやったら、俺はもう4番さんの敵に回りますわ。言ってること変って思われても結構なんで、3番が言ってる論がおかしいなって思っていて、3番は2番が潜伏した、ただそれだけの理由、ほぼ。で、9番に白を刺して。で、6の考察が甘すぎる、本当に。なんか2番を信じみたい。その理由が9番に刺して潜伏していた。それだけの理由か。ほぼそれだけの理由にしか聞こえなかった、マジで。ごめんやけど、38ランテージします。4番さんの敵に回ります。4番さんに疑われても結構です。はい。ランテージします。8、3以上。3が言ってるのはあんま通んねえぞ、マジで。潜伏してたから芯がある、芯と思いたいってどういうことやねんと思ったかな。1番は強靭かなって思ってるから。3番がロジックだったとき、2にするよって6あるかもしれんけどって思ったけど。3。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。一回放棄するか。割れたね。3番のプレイヤーが発言します。はい、生き延びるために8番さんに投票しました。7番さんが言ってることって、私目線2番さん、9番さんが占い師で出てきていて、2番さんがそこに白を出して、9番さんが騎士っていうのはかなり盤面的に強いですよねっていう、提示しただけです。占いがどっちが真かっていうのはまだ分かっていないです。ただ、1番さんのこのランテージの投票がない、かつ5番さんってやっぱりこう、不当に私に殴ってきてるじゃないですか。だからどうしても1号から行きたかったんですよね。だけど生き延びたいので、8番さんに入れさせていただいたけど、8番さんが狼の可能性もあるので、これ同票で釣られないっていうのが一番良くないと思うんですよね。霊能の色を見たいので。なので8に行ってほしいです。申し訳ないけど。8番のプレイヤーが発言します。もう占いを進路で見てるのであれば、占い審議でつけてほしいんですよね。じゃあ28ラインと36ラインがあった時によりどっちの方がラインがあるかっていうのをしっかりと考察してほしいですかね。6番っていうのは自分を釣り位置にしてきてるんですよ。で2番っていうのは3番に入れてるから、だから
なんていうのかな、そこでライン考察できると思うんですよ。で、1番さんが投票放棄してるから、どうなんだろう。あと、2番さんに言っとくと、その、なんていうの、占い精査がしっかり、あ、4番に言っとくと、占い精査がしっかりしてなかったって言うけど、自分って2番が潜伏していて、9番がすらしたから、そこまでの盤面把握を追いつけてないのと、2番の2周目の潜伏した理由や意図など聞かないとわからないから、だから占い審議っていうのは自分つけれないと思うんですよ。そこは分かってほしい。で、現状自分2番の方が真だと思ってますかね。2番の方が真だと思ってる。ちゃんと自分のクロス占いの指摘をしていたのはまっとうだと思ったし、そこを指摘できなかった1番さんもちょっと気になったけど、あと自分は、なんだろう、ちょ、盤面がちょっと追いついてなかったっていうのがあるよね、ここの位置だから。全プレイヤーの発言が終了しました。これからと、その疑いにどんな根拠があるのか。やっと占い審議つけたか。なんか7発違うんだよな。なんかえ、何これ、7強か。夜が更けました。あー、これ7強くせえな。やっぱ7強くせえな。これ6が8クローツ、2が3クローツやろ。あー、これ6が8クローツ、2が3クローツやろ。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。8しろ。1番のプレイヤーが発言します。なんで3と8占ってないの。2はなんで8占ったの。6が8投票してるのに。で、6はなんで3占ってないの。ご苦労？待ってよ、ご苦労の時どうなるんか。ご苦労の時って、2番って、9の強靭が透けてるから6から釣れるんか。あー。なるほどね。2が9に白打てば新占い師から釣れるから、いや、ちょっと俺3と8ともに黒黒なると思った。これ7強やろね、放棄したか。俺放棄した理由って、俺両方怪しかった。8はそういえば占い審議つけてないし、俺3番行きたくなかったのが2審で見てたから、俺も2審で見てたから、2審軸で一応考察してるからよかったんよね。だからちょっと一旦様子見たかったけど、7放棄したの多分7強だな。いやー、どうしよう。いや、ちょっと占い理由聞こうか。なんで6が8いってるのに2って8占ったの。2番のプレイヤーが発言します。はい、まず6番っていうのが8に絶対占い飛ばすと思い、ここに対して占いを色付けることが一番強いと思った。おそらく6って8の評価一周する可能性もある。俺は6を狼で見てるから、そこに白打ち、かつ俺が占って白だった場合って8の確証ってでかいと思うよ、うん、だから俺は8を占いました。3に関しては2進に見えてるんだよ、この人釣られながらにして。色付けするんだったら3、8なのは間違いない。俺の占い先の大前提は多分3だったんだろうけど、8っていうのも十分選択肢としてあり得ると思った。かな。5の黒は正直まだ終えてないところもあるが、黒囲いっていう線も追わなきゃいけないのかなと思ってる。俺はもうほぼ6黒で置いてるから、5の発言聞いた上で決めるんだけど、まあ、5に関しては俺のこと絶対死んで見るしかないから、ただ占いはもう噛まれちゃうから、正直な話、まあ6、3だったのかなって思うかな。占い1番が2番がなぜ3を占わなかったっていう理由は分かるよ。3番って俺に投票されながらも俺を信じ見た構図、それが人外に
取ってすり寄りに見えたんじゃないっていう構図だと思うんだけど、黒かっこいいか。俺は一応3、8のランは提示した上で、3も8も伸びてない、まあ8番が伸びてないっていうのは1番さんが言ってたから、それは俺が真っ先に述べてるから、占いにはあるんだよね、8に対して。はい、今日はもう決め打ちなんで6番いってください、以上。3番のプレイヤーが発言します。うーん、これ4番さん26の欄でいいのかな。うん、これ56じゃないかな。うん、正直まだわからないです。この時点で6番さんが5に黒を出せるっていうのも指名は上がってくるけど、まあ役職全部出てるからね、打ちやすいっちゃ打ちやすいのかもしれない。で、2番さんはやっぱり盤面的に強いと思っているんですけど、なぜ8占ったっていうのは1番さんと同意見ではあります。うん、難しいんですけど、5番さんは私はやっぱりね、昨日の時点でやっぱり黒いと思ってるんですよ。6が出るかな。だから私は5に行きたい。なぜかというと、5番さんっていうのは終始私に対して理由なく黒塗りをしてきてるんですね。2番さんが9番さんについて、なんだっけね、印象がいいっていうところを、ここに黒打ったんよ。それが逆論だから、3番さんっておかしいんじゃないかっていう発言をしてるんですけど、終始私にしかベクトルを向けていない5番さんっていうところは非常に、釣りたい位置になるのかなって思ってる。で、それで霊能で黒が落ちれば、無理だね。だとすると、2番さんのその占い値っていうのもちょっと納得ができない部分から、6番さんの新芽っていうのがぐんと上がっているね、私目線。今日は5、6の欄でいいんじゃないでしょうか。5番さんから行きたいと思っています。4番のプレイヤーが発言します。はい、ね、9番さんいなくなっちゃったね。で、6、3、4でね、8に行ってるんですよね。ああ、6、3、4で8に行ってるんですよ。2とこってね、もうほぼ偽っぽいんですよ。っていうか、俺の中でもう偽確定なんですよ。8に行けなかった時点でね。なんでね、もう、285。これで今のところロックしちゃってます。残念ながら。ロックしちゃってますね。6番さんは死んだと思ってるんで、6番さんの意見に従いたいと思いますね。はい。5番のプレイヤーが発言します。私黒ですか？6番さんに占われて、黒が出ました。2番さんが真なので、5番さんが猿狼かな。で、相方は、1番さんか3番さんか7番さん。でしょ ?6 番さん。2番さんが真です。私は釣らないでほしいです。私、狼じゃないですよ。4番さん、なんで私のことを天外で見てるんですかね。なんで4番さん。8番さん、白かった初期の。6番のプレイヤーが発言します。これ、黒かっこいいあるな。はい。まあ、5番さんが狼です。で、昨日の発言きちゃんと聞いてもらったら分かると思うんですけど、私は5番狼軸で、考えていました。理由言いますね。まず5番さんの単体発言、5番さんは結局1周目、まあ、ほぼ色なく、2周目、発言したのって8番の印象が悪い、あと結局4番さんが8番投票ということに対してなんかなんだろう、あまり意味のないような発言をしてほぼ色がなかったから狼軸で5番ある。ただ8の狼もあると思って、
まあ、一応8、4番の指定の釣った方がいいっていうところを8に合わせました。うん、ただやっぱり私的に、一番オオカミがあったのは5番なんですよね。それは2番の発言からも拾えてて、もし2番オオカミ軸で考えた場合、2番が言った6オオカミ軸で交差しているの5がない、それは情報通の観点からないっていうのが、時系列破綻しているんですよね。私が使用した時点って占い2勝目だったから、だからそういう理由をつけして5番をスッと釣り位から除外したところがやっぱり5番オオカミ軸あるかなと思って、やっぱ占ったら黒でしたということですね。まあ、2番が8に行ってるのはどうなんでしょう。てか5番さんって、まあ、一応発言もう1個拾っておくと、8番さん白いと思ってたと言いながら8番に投票してますからね、5番ね、うん、だから、ね、あと2が8占いは2が強靭で8狼と思って白打ちに行った、これも盤面上あるかなと思って、とりあえず今日は5が7番のプレイヤーが発言します。まあとりあえず言うべきは押すのを忘れてました、申し訳ございませんでしたっていうところで、まあたまにはわかるとは思うけどな、誰にだってあるよマジ、押し忘れっていうのはあるかな。そこはごめんやけど、だから6番が話す5番の黒要素ってなり得ないと思うんやけど、6番目線5番そこまで色落ちしてないのに人外要素って取れたんって思ったから6番目線の5番さんのその人用要素がなり得ないと思っているかな。で3番って2番の話あんま聞いてねえ人物だなって思ったかな。で、例のに言っとくけど、3番にずらしたの、張本人は俺だぜ。張本人俺だからね。張本人を疑わず、なぜ26で6の方を真に見る。張本人疑えよ。マジ。投票放棄もしてんだよ。うん、ボタン押す始末で、押すの忘れとっただけやけど。4番ってしっかりしてくれ、マジ。俺の怪しい要素を上げなさいよ。ね。放棄してるんだから、俺は。今日は6でいいんじゃないかなと思っている以上。8番のプレイヤーが発言します。3、6じゃないかなと思ってますね。7番さんが放棄したのは本当に多分忘れてたんだと思うし、7番さんって1回目からちゃんと投票してたし、ちゃんと発言もしてたし。だって7番が 人狼だとしたら 6-7 ロールだったら俺を釣ればいいから、だから絶対7番って白なんだよね。俺視点白く見えるし、3番が1番に対しての票を回収してるんだと思った。なんでかっていうと1番の位置ではまだ2番の潜伏理由を聞いてないから1番が2番に怪しみ視点は分かるけど、3番視点ってもう2番が潜伏した占いの理由をちゃんと述べているから3番ってその話を聞けてないことから、だから1番さんの票を回収してるのに自分見たんで、分かるかなこれ。1番さんと自分は一緒の意見ですって言ってるけど、3番の時にはもう2番の潜伏理由聞けてるから、その潜伏理由を聞いてどう思ったのかっていうのを述べれてなかったから、だから6が偽かなと思って3、6かなと思ってますけど、で私昨日の時点で自分のこと白いと思ってるのであれば別に3番の投票って別に8番じゃなくてもよかったんじゃないかなと思ってて、なんか言ってることがちょっと違うなと思って、だって昨日の段階で1番と5番どっちかに投票するっていう指標を助手ときながら結局8番に投票してるのがやっぱり狼じゃないかなって思ったけど、ちゃうの？かな、合ってると思う。だからロック釣りますね。はい。全プレイヤーの発言が終了しました。これからと。若者よ、そうか。黒か恋があるかどうかなんだよな。騎士出ちゃうと占い抜かれるんやな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは6番、6番の遺言を発表してください。はい。まあ、PP で負けですかね、これは。どうなんだろう。8、5、ローに今日あるんですかね。
はい、まあ、PP で負けですね。はい、まあ、それしか言えない。夜が更けました。人狼に気をつけてください。あ、ワールドさん、リフトありがとう。9が5白で2が出るかな。まあ出るとしたらしようがないし釣りに来たって感じだけど、そこまでリスクを犯すかな。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。4番5番のプレイヤーが発言します。はい、多分僕が狼で私に黒出してきたんだと。2番さん死んで、そうだな、相方どこだろう。4番さんってさ、258とか言ってたよね。意味わかんないんだけど、私ほんと真面目に村だし。6番さんの初日の城って何なのか。7番さん初日かっこいいとかあんのかな。1番さんってどこの城？ 2 番さんって8白出してたっけ？出してんね。じゃあ7か1か3釣りですね、今日は。7、7、1、3の話を聞いて決めます。7番のプレイヤーが発言します。まあ一応それは無駄な行為だと思ってますけど、かな。正直言って、まあ、2番が5番を占うのはちょっと不思議だなと思ったんですけど、ありがとう。その説明はいるかな。ちょっと多少いるかな。うん、2番目線、もし1番が本当に狂人であれば3番だと思うし、1番が人狼として狂人を名乗っている可能性も大捨てきれないよねって思うから、2番のそこら辺の精査と5番をなぜ占ったかっていうところを聞かせてほしいかな。2番さんも俺と同じ職人士やな。5番って2番目線怪しいんでなくて、5番、あの2番目線って3、8の理由ばかり話しているイメージがあったから、だったら2番目線3番じゃないって思ったかな。2番目言ってたが3番がすり寄っているイメージがあった、だから3番疑ってたっていうイメージが伝わってきたように思えたから、なぜ3番じゃなくて5番を占ったのかっていうところを教えてほしいかな。唯一2番を白く見ているこの俺に教えてほしいかな。本当に1番が狂人だった時って危ないから、2番のそこら辺の説明は必要だなと思ったかな。まあ、話は聞きますよ、以上。8番のプレイヤーが発言します。いや、俺2番の占い師って絶対3番だったと思うんだけどな。なんでかって5、6、ローローで仮に、6番が死んとって5番が釣られた場合って、6番が噛まれないと違和感があるから。だから今日ってもう騎士が抜けてる以上、占い、こう抜く日だと思ってるから、ああ、そういうことかな。んだってそうだよね、だって PP だから実質ね、人数的にね。だから5番占いってなくね、3じゃない、3じゃない、どうなんこれ。うん、どんな盤面やこれ。だから俺今日3番に行きますね。1番の人狼を自分あんまり追ってないから、だから3じゃない。だってこの盤面ってもう2番新進行じゃなかったらもう PP で負けだから、みんな6番の芯を切って6番に投票してると思うから、 なんで3番は、自分の発言を、ん ?3 番ってなんで俺に入れたの、違う、なんで5番に入れたのかな。なんで俺の発言に納得できない部分があったら言ってほしいけど、自分は3番にもう入れますね。はい、自分村陣営なんで、うん、でも2番新進行で3つ目ます。1番
のプレイヤーが発言します。うん、ちょっと狼さん出て。これ2、8でいいの？2、8でいいんかな。2番さんが8を占ってた時ちょっと2、8でちょっと見えたから、2番さんちょっと狼だったら言ってね。釣り先7でいいんかな。え、5番狼？ 5 番さんと誰？あ、25だったの？あ、25だったんや。うん、あ、そう。ああ。ちょっと待ってよ。これ5番強人じゃねえの？俺村なんだけど。いや、これ5番さん、俺今日ごっつりでいいんじゃない？あー、ちょっと待ってよ。5つって、あ、けど5はもう人外使用してるから。うん、これ8番さん5に行こう。もしかしたら、25人、あー、けど強人が生きてるんか。ちょっとなんだこれ。故郷なんかな。あー、ちょっともう発言聞いて、もう5をとりあえずとっても PP ないよね。5行くわ。2番のプレイヤーが発言します。はい、いいよ。5つって全然 PP ないよ。6で偽落ちてるし、5は俺の白酒だけど、あれ村り1ミリもないから。あなた村人でそれやってるんだったら、だから5釣ります。俺は1の狼追ってません。7番3番1番、あなた方が俺のことを死んでおいてたんですね。だから7番さん視点、私だけが芯を追っていたっていうね、白く見てたっていう、その論は通らないです。だから俺目線で1の狼を追ってない理由、1っていうのは自分に対しても足し点に色を落とすことに対してめちゃめちゃ色を欲してる人物だ。投票機からも1の強人はあると思ったが、人外としてローはないと思った。そこでだから1は省いてます。で、俺の占いは5、8、白ですね、初日は9だけど、5、8、9が白なんですね。で、1番俺も白置いてます。その理由から。なんか3、7釣り切れば勝ちですが、3、7どちらかに村、そしてどちらかに狼がいる。で、5番強人は今の行動で確定的につけたんで、5番を 100% 釣ります。はい。で、明日3、7どちらかに色をつけた。ありがとう。これで終了です。はい。1番の陣が追ってません。以上。3番のプレイヤーが発言します。はい、これ5番さんやらかしてくれたかなって思ってるんですね。1番さんが強人使用したところで5番さんが狼使用するっていうのは、これ2陣外残ってると思います。じゃないとあの使用はないと思ってます。だから25ローローだと思いますね。うん、25ローローでしかないと思いますよ。いや、盤面的な理由でね、3番目に使用した占い師だし、騎士に白先を向けてることから、強人はないと思ってたけど、まあ、狼ですね。2、5、ロロ。今日は5番さんに行ってください。5番さんに行かない理由がないと思います。村見せ、私は進村なので、5番さんに行ってください。よろしくお願いします。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票によって、私はただの石。いや、五番強やろ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは5番の遺言を発表してください。1番さん強鎮だと思ってたし、白状しちゃったのにひどくないですか？ひどい、ひどい、みんな強鎮アピールして。私、狼って言っちゃったでしょ。強人が増えた。夜が更けました。人狼に気をつけてください。
神祭りやんか、これ。これ2があるもんだろ。2号神郎だったら、狂人いるのは確定だから、これ噛むの怖いよね。2号神郎だったらどこか8噛むんかな。8噛むやろな。8噛んだらちょっと怖えな。昨夜は1名の方が亡くなりました。8番1番のプレイヤーが発言します。いやーこれちょっと8噛んだらやべえな。いや8だけは強靭ないと思ったんだよな。だから2号人狼の2号人狼の7今日8は絶対3行こうとしたから今日ないんよね。7番さんどっち狂人？ 7 番さん村なのどっち？ 2、ほんと5番さんゲロった可能性あるんよな。はぁ、あ。二五人狼、七強。ちょっと二番さん、なんかいい方法あるこれ。二番のプレイヤーが発言します。まあ、おとなしく三番に行ったら、試合は村人陣営の勝ちで終わるけど。だから言ってるけど、五番は俺の白先なのね。狼仕様なんか 100% ない。五番で狂人落ちてる。六番で黒落ちてる。七番確定しろ。一番確定しろ。三番黒、おしまい。これで終わりです。マジで。だからまあ、言い方悪いけど、つべこを言わずに従って3釣りをしようぜって話なの。俺は6号ローロンの可能性もあったの。6が5に黒がないよっていうのを、時系列破綻の話してたけど、あなた目線、6が狼だった場合、ゴールフローの人欲しいんだろ、俺と同じ。その場合、あなた目線、狼として出るメリットがないから、5は白いんじゃないって言ったの。だから6番さんが式に 3-4 になってないのに時系列破綻、時系列破綻って言ってるけどね、それは時系列破綻じゃないかな。6の偽要素はそれでしか俺を叩けてないとこ。6はもう落ちてるから偽でね。5番は強靭で落ちてるから3つったらおしまいなんです。1番さん、7番さんは確定で白です。まあ強靭はいないんで大丈夫なんですけど、俺のことを信じれずに負けるんであれば負けてください。はい、3番黒確定です。まあすり寄りを一番見えてる構図と、正直俺性格悪いから申し訳ないんだけど、3番が俺を敵対視せずにどこと戦うのかなっていうのをずっと楽しみに見てた。うん、3八っていう欄を上げてるからちゃんとね。はい、以上3番黒。3番のプレイヤーが発言します。はい、冷静に考えてほしいと思っています。初日、9番さんが5に白を出しました。うん。これっていうのは2番さん視点、9番さんが偽の占い師、もしくは狂人だってことが透けてます。うん。だからこそ2番っていうのは9番に白が出せたっていう構図ですね。まずそこを考えてほしいです。で、2番さんの占い師明らかにおかしいですよねっていうところ。で、1番さんは7番さんに狂人ですかって聞いてるところからもう1番さんは狂人じゃないっていうことが分かってるので、1番さん2番さんに言ってほしい、7番さんも2番さんに言ってほしい。うんもう分かってほしいな。私はデフォグラかもしれないけど2番さんが狼なので2番さんに言ってください。まあ盤面的に非常に強いなって思ったのはそういう仕組みがあったわけですね。うん、うん、考えれば分かると思います。2番さんに言ってください。7番のプレイヤーが発言します。まあとりあえず俺はみんなが狂人遊びをしてたから、あなら俺もマサロ狂人って言っただけ、うん、だからなんか楽しそうだなって見てて楽しそうだなって言ったからちょっと打った。とりあえずこれはヒーリング星座になるが、5番が、5番の喋り方ってガチっぽかったから。
だから2番が切り捨てる他しかなかったんじゃないかなと思うかな。だからこれな、2番強靭でやってたわ、うん、俺はもう拍手するよ、拍手するかギフトあのあるだけ全部あげるわ、マジで、うん、なんか多分ね俺以外にも思ってる人いると思うけど、5番の喋り方がマジで人狼でやっちまった感がすげえけん、うわ、いやあのね、もう3番の意見も聞くよ、まあ、とりあえず3番の意見も聞くけど、まあ、2番の意見も聞くけど、どうしようかな、とりあえず1から10まで考え直そうかな。いやマジで、あの俺巨人じゃないから、うん、うん、とりあえず、はい、以上。7が巨人じゃないなら国境やろ、8の巨人ないから3だね、36人狼国境、今日あるんかな。3番のプレイヤーが発言します。いやー、また強靭使用するか、これ強靭がいる可能性非常に高いんですよ、この場面って。一番さん強靭なの。やめてくれ。いや、シンプルに分かるじゃないですか、9が5に白を打ってそこで偽が透けてた2番さんっていうのは9に白を出した、うん。この場面ね、じゃないと圧倒的不利に回りますかね。5番さん釣り位置に上がると思った、あの初週の発言からもね、違和感でしかないでしょ、 3が怪しいと、霊能については潜伏が強いんじゃないかっていう発言を残しながら、最終的な捨て台詞で3が怪しいって言って盤面回してるんですよ。しかもあの5番さんの仕様は二人がいないとできないって、あの狼仕様っていうのは、だから2ゴロロですね。そこを切り捨てた2番さんっていうのは黒いですよね。わかりますよね。わかってほしい。2番のプレイヤーが発言します。はい。2ゴロロを切り捨てたじゃなく、俺が占って5の強靭つけさせたんですけど、村目線。俺の占い値ピンストじゃない ?5、6ロロの黒囲いを消したったこと、かつ5の強靭をあぶり出したこと、1の村を確定させ、7の村を確定させ、8の3、8の欄になったでしょ、俺も卓に上げたけど、8の HP を上げることにも成功し、かつ1から人外要素は白人外でしか見えなかった、2、5あるけど、そこで5があの強靭しよう、まあ、あれは強靭しよう、 2、5だったら狼しよう引っかからんと思うけどね、1の強靭しよう、だから17に言うけどここに強靭はいないから、はい、新占い俺から言っていくよ、2番新占い、3狼、7番村、1村、終わりです。だから3に行きましょう、同票だけはなし、あ、まあ同票になってもいいけど、どうせ俺噛まれるらしい、強靭しよう、やめとこ、あ、それはないか、どうせ1ならどっちか噛むか、うん、3行ってね、全プレイヤーの発言がし、その疑いにはどんな根拠がある、7番今日なのこれ、夜が更けました、人狼に気をつけてください、いや俺噛むやろ、3が狼なら俺噛むやろ、明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。1番のプレイヤーが発言します。ん？
ちょっと待ってよ、これ七神謎やな。ちょっと待ってよ、これ。なんで七噛んでんだ？これ五番さん素で狼使用したんかな？これ二五人狼なら狂人って奈良だよ、二番さん。何これ、俺が3行くから残したんかな。なんでやろう、なんで7噛んだんやろ。5番がわかんねえな。5番がマジでゲロった狼か狂人で釣られに来たんかがわからんな。けど7も今日終わりそうだけどな。7今日の時ってこれなんで俺噛まねえんだよ、2番さん。2番さんなんで俺噛まないの。2番のプレイヤーが発言します。はい、俺には噛む能力がなく占う能力しかないからです。はい、3番さんの言い分はこうじゃないですか。1番っていうのは3番に言ってる、2番に対して言ってるのは7番。そこを噛むことによって1番からの票を回収できる2番の価値が見える。狼陣営勝ちです。3番さんじゃんでしょ。これわからん。はい、言うことない。だって俺目線が、確かにあなた1番さん目線は2号ローだった場合7強っていうのは見えるかもしれない。俺目線ってもう5強確定してるから、6狼確定したから、5番が狼使用してくれたことによってわざわざ狂人を探す手間を省けたわけ。めちゃめちゃラッキーだ。あ、千葉さん、ごめんなさい。感謝。すげえ審査機食らってるけど、それで。だから、ご狂人、六狼が確定したから、一も七も村格になったんだ。いや、マジでその功績を認めてもらえないのかどうかっていうところだけだよ。七番さんはすむらは知ってるから、うん。残念だわ。はい、今日も三に行ってください。もう一回考え直してね。一番さんに投票権利があるから、俺はもう間違いなく3人しか行かないし。次は考え直してね。みんなどっちだと思うか。神1考察するもよし、2の芯を追ってたことを追うもよし、3の白要素を拾って3に行かず2に行くもよし、別にいいよ。俺も3の黒知ってるから3人しか行かないし。5強6、3ロール確定です。以上です。3番のプレイヤーが発言します。冷静に考えてほしいんですけど、5番さんがもし狂人だとしたら、狂人仕様でしょ、するのって。狼仕様なんてしないと思いませんか？普通に考えてください。うん。で、昨日2番さんの発言の中で、同票でもいい、ああ、ダメか、みたいな発言ありましたけど、同票で絶対良くないんですよ。うん。なので、なんだろうね、あと散々言ってるけど、2番さんが、狼3仕様で出てきたあの占い師でしたよね、2番さんっていうのは。で、盤面的なところをもう一回言いますけど、9番さんが5に白を出してる、うん、そこで偽が透けてたから9に白を出した、うん、この構成、うん、2番さんが5番さんを狂人置きしてる理由もわからない。5番さんが狼仕様としてるんです。狂人仕様じゃない。そこを考えていただきたいですね。うん、多分1番さんが狂人をなんだろう、探すような発言をしてましたよね。だから本当に狂人だと思ったんだと思います、5番さんが。うん。で、2番さんはとっさに、5番さんを狂人を消したから矛盾点がおかしいんです。うん、5番さんが狂人仕様じゃなくて、狼仕様してるところを考えていただきたい。うん、そんなところ。あと2番さんの占い師の偽要素っていうのはプンプンありますよね。ちょっとそこを拾ってほしい。盤面的に強いかなと思ったけど、2が噛まれるのもおかしいんだよな。2号ローロ標準値はわからない。でも1番さんじゃないことを祈ってる。全プレイヤーの発言が終了しました。いや、ちょっと待って、6つって、2が噛まれるのおかしいんだよな。けど3に黒打ったらいいんだけどね。さあ入れるか。その疑いにどんな根拠。
これなんか紙が怖えけど。追放されるプレイヤーはゲーム。ああよかったよかった。村人陣営の勝利です。冷えたこれ。くわーやられた。いや粘っていただいてありがとうございました。ごめんなさいロコマさん。申し訳ない。いやまずねこれな。2が噛まれんのがおかしかったのよね。だってもう無理だよ。2番噛まないのって3番が俺黒死して、俺黒しか成り立たないからだよ。だから噛まれないんだよ。いや、あそこね、2巻で黒囲いも忘れられるんよね。ああ、まあ確かに、うん。で、3番が黒囲いですって言って、5つって7か1に今日いたら勝ちなんよね。まあ、今日3番さんがちょっと5を投票してるからあれか、まあ噛めないか、うん、正直5が狼使用してくれてすげえ助かったわ。17に強靭いたら終わりだったけど完全に晴れたから視点が。しかも6の狼確定したし3が相方でしかないと思ったから。うん、けど5番さんもうまかったよ。あそこ狼使用は最善の策や。いやでもよかったよ。一番さんに信じてもらえて最後に。あ、さすいませんでしたね。五番さんすいませんでした。いや、八番さんにしてけばよかった。いや、五六ありそうだったよね。五番さんめっちゃ黒いから。そうそう。だから俺は五六の囲いも持ったんだよ。マジで。だから五占ったんだよね。その後に。でも八に絶対占い飛ばすと思ったから六番が。だからかぶせに行こうと思ったんだよ。隠し論できたら8もめちゃめちゃ強いやろうなと思って。いや隠し論になる、どうなんだろうね。いや正直素直に占うんだったら俺間違いなく3だったんですよ。正直な話は。ただ8に黒を打つ可能性もあるし6番が。そうそう、だから6が8に黒打った時はちょっと困るんじゃね。そうかな。まあでも8自身は2の方が新芽って言ってたから。俺もう絶対これ2が3に黒、6が8黒になると思ってたけどね。ならなかったのびっくりしたわ。いやー、8黒にするべきでしたね。普通そうだけどね。霊能者が8怪しんでるから。ああ、だから、ってことかな。ああ、確かに。まあ、確かに、弱い動きはしたと思う。俺が死んで。すげえ新芽落とす動きしたと思うけど。8番を占うべき人物だと思ったんだよな。どうしても。植林タック。しかも、みんな強靭使用するし。そうか。5の強靭、分かってんのにみんな強靭強靭って言ったら。うん、そうそう。ワンチャンゲロる人いるからね。うん。何してんだろう、みんなで狂人5番しかないのにと思いながら笑いながら見てました。なんか一番さん狂人って言ったから俺もやっとこうと思って。あっちまさんの狂人ないよね。3人食って言ったから。いや7番さんめっちゃ狂人に見えたな。あれ選択しない場合余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は占い師です。夜が更けました。発言ターンに入ります。7番のプレイヤーが発言します。はい、7番です。おはようございます。メラビタ陣営です。特に仕様とはございません。そうですね、私の進行論としましては、特にねんだよな。おのおのが無駄になる行動をすればいいと思っております。はい、別に特にこれをしてくださいとかこうしてくださいとか特にないです。はい、なのでムラリがある行動をすればいいと思ってます。で7番宣言します。人が、いや自分が言われて嫌なことを人に言いません。なので不快に感じた方は言ってください。私気をつけますので。そうやっていけば皆さん楽しくできると思ってますので、皆さんもできればそうしていただきたいですね。まあ、自分が言われて嫌なことは人に、あの人沼ってるとか、それもやめた方がいいと思います。まあ、そんぐらいしかないですかね。あとは、まあ、メラリがあるように、おのおの覚えていけばそれでいいと思ってます。以上です。8番のプレイヤーが発言します。
はい、8番です。よろしくお願いします。ということで、7番さんから素敵なね、優しい言葉が出たんですけど、僕もまあ、おおむね同意なんですけど、やっぱり、色を落とすような考察というか、色を落とすようなことをしなければ、やっぱりどこが黒でどこが白かって、まあ、白探してくるのも大事だと思うんだけど、そういうのを、様子を拾っていけないと思うんで、まあ、そういう発言していこうかなっていうふうには思っております。僕はまず、進行論としてはもう本当、安定進行で、どういう人を黒だと思うかっていうと、難しいなとは思うんだけど、やっぱり熱動とかする方かなっていうふうには思ってます。現状7番に狼要素っていうのはあんまり拾ってないんで、まあ2周目かなっていうふうに思っておりますっていうとこぐらいかな。結構割と素直な意見を出してもらって、そこから、村要素を拾っていくのが得意かなと思ってるんで、はい。そういう攻め方でいきたいかなと思ってます。以上です。9番のプレイヤーが発言します。はい、どうも。9番占い師、3番白結果持ってます。把握してください。役は7番の位置で出るか、まあ、好きにしてほしい。グレーになったら騎士で出るぐらい。はい。霊能は、僕の後出てしまうと、そこに白刺して、そいつがどこにでもね、対抗の占い師がどこにでも黒にできる準備ができてしまうから。俺視点はどこでも占いからいいんだけど、やめてほしいかな。はい。7番、8番は人間的にはいいかなって思うんだけど、これ7番のちょっと進行が悪いって言い方したんだけど、ね、不快なこと言わないでねって、ゲームに関係ないことだからね。8番が7番そこいいねって言ってる、優しいねって言ってる人物だから、7番、8番が村人 G であってほしい。要素としてはないけど、8番の7番優しいねっていう要素は、7番が不快なこと言わないでって発言にとってたから、これは要素としては落ちないよね。だから、8番が7番の視点を付けをしてるって時点では見受けられる。でもそうあってほしくない。以上。1番のプレイヤーが発言します。はい、白は特にございません。9番さんが3番さん、白を把握しました。まあ、占い師に関しては盤面次第どうなるか分かってないので、おのずと2周目どうなるか決まってくると思いますね。それまで、発言は伏せようかなと思っております。まあ、グレーに関して、8番さんに関しては、そうですね、7番さんに関しては言われてることってすごい大事なことだと思うんですね。僕もちょっと熱くなるとね、言葉尻強くなっちゃうところあるんで、なるべく真摯にね、振る舞いたいと思いますが、はっきり断言します。ケバさんは言ってたんですが、人間としてはいいなと評価できますが、この人狼操作というゲームにおいて、それは白要素でも何でもないので、そこに関しては2周目しっかり精査入れたい位置かなと思ってます。7番さん、8番さんともにです。黒要素は拾えてませんが、白要素も拾えてませんぐらいですかね。まあ、しっかり話を聞いていきたい。今述べた通り、しっかり人の話をしっかり聞いた上で精査を入れていきたいと思っている人物でございます。2周目お願いします。2番のプレイヤーが発言します。9番さんのその78に対して、なんか村陣営であってほしいっていうのがようわからんかったなぐらいかな。別にどっちでもよくねみたいな感じですかね。ああ、それは人間的にいい人だからっていうことなんかな。まあ、それだったらあれなんだけど、まあ、そんぐらいしかね、引っかかったのは、9番に関しては。で、78は正直もう全く色落ちがないですね。8番さんはなんか、色落とす考察をしていきたいって言ってるんで、まあ、2周目頑張ってくださいって感じか。1番さんに関してはまあ、真摯に振る舞いたい。色落ちないなぁ。どうしようかな。8番さんは安定進行で行くって言ってたけども、俺は全然、安定進行じゃなくてもいいと思ってます。それは例えば、霊能が22盤面であったと、あ ?22 番面でも、霊能が絶対こいつに来たなと思ったら、全然金八進行でもいい。3番のプレイヤーが発言します。よろしくお願いします。霊能です。白よろしくお願いします。なんで、9番さんが死んだったら、ちょっと頑張ってねっていう感じですね。そうだな。対抗出てこなかった場合は、その2箇所私が指定するので、そんで、そこに従ってほしいなっていうふうに思っています。で、対抗出てきた場合は、ドラは飲むっていう感じかな。で、現状7812なんですけど、一番印象がいいのは1番3かなと思うかな。結構78に対する精査、色落ちはないっていうけども、7番3への評価とかが私は良かったかな。2番はちょっと、霊の決め打ちって言ってくれてるけど、本当にそうしてくれるんだったらいいなとは思ってるかな。
まあ、基本的にはロラで死んじゃう、あんまり楽しくない役職かなとは思ってるから、なんかそういう進行を取ってくれる人がいると、うっかりいいなと思いがちですね。7番の対話する姿勢も結構私は。4番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。9番さんが占い師、3番さんにランダム、白3番さんが例の把握いたしました。7、8、1、2に関して本当に色落ちがないなと思ってます。で、7、8に関しては完全2周目と思います。で、まあ、9番さんに、これは苦慮要素ではないですけど、助言ね、あくまでも助言だけども、俺は初手の3番手だったら、俺は潜伏した方が良かったんではないかなと思ってます。なぜなら、広報陣に白が刺さっていて、3番が占い師をした場合っていうのは、改めて3番さん教授、もう一人占い師が指示した場合は、その人、狼確定、そこからのライン精査ってしやすくなるから、9番さんが死んだって潜伏した方が良かったんではないかなと私は思います。ありがとう。別に発言で白黒はつけれないけどね。はい。別に死因要素も黒要素もないから、なんとも言えないけどって感じ。で、1番さん、2番さんに関しては、まあ、1番さんに関しては色を残した人物だなと思ってるし、2番さんに関してはふわふわしてるなと思いました。以上。5番のプレイヤーが発言します。まあちょっと4番さんの9叩きはいいんだけど、ちょっとどこ釣りたいか言ってほしかったかな。現状ちょっと4番さんの9叩いてるから、4級はちょっと見えないから、ちょっと4番さんを外したいかなと思ってる。そうなるとちょっと1番さんが9番さんに触れてないのが現状怪しいんで、自分の釣り位置は現状1番さんかなって思ってます。で、2番さんがしっかり7813人に触れてるのが印象良かったんで、2番さんが最白かな。7番さんと8番さんはちょっと2周目のグレー考察、占い考察聞いて判断しようかなと思ってる。で、俺3番さんの偽もあるんじゃないかなと思ってて、白もらって1周目に出る必要って俺なかったと思うから、多分対抗出たら3番さんから入れるかなと言っとくね。6番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。占い師です。9番さんランダム白、9番さんランダム白把握お願いします。騎士に関してはグレーズリーな盤面だったら出てきてほしいかな。霊能に関しては対抗いるんだったら、7番さんの位置で出てきてほしいです。対抗9番に関しては、強靭ですね。はい、強襲を出てるんで。で、グレーで気になってんのは5番さんかな。4番さんが釣り位置上げてなかったから、怪しいって言ってるのに釣り位置として1を上げるのがちょっとよく分かんなかったところ。なんで4番はじゃあ上げなかったの。茨城さんギフト1番の一本指定っていうのが、微妙だったなって思う。正直、4番さんが釣り位置上げられないのもしょうがないかなって思うし、781、ほぼほぼ色落としてないんで、あ、2番もか、ほぼほぼ色落としてないんで、ほぼ全員が2周目1になると思うんだ。そこで4番を2対1と対した5番が臭いなって思ってる。そこで1を上げた5番さんっていうのも、はい。7番のプレイヤーが発言します。にしろ、おお、ちょっとくちゃくちゃしてわからない。占い仕様、5番が占い仕様にしろ、5番がにしろ、6番が騎士すら、9番が霊能すら。ってことは、今日は9、3度なんでいいんですかね。じゃあ、私3番行きたいです。はい。特に理由ないです。ただ、5番が隠し、1隠ですか？占い。おー、すごいスッキリしてましたね。あ、これ平和村、やっと、もうこれ勝ちじゃないですか。3番で人狼してたらいいですねっていう感じで。いや、まあ、強靭なんかな。白もらって出てくるってことは。まあ別にどっちでもいいんで、まあ今日が3からいきます。で、グレーに関して言えば、どこだったかな ?2 番さんのところかな、わからんかったの。2番さんのところで進行論言う必要あるんかなってすげえ思ってた。で、4番さんに関しては、まあ、できればそこをちょっと言ってほしかったかなっていうところもある。ただ5番さんに関しては、2番さんが、何、3人ちゃんと触れてたから、2番さんは白かなって言ってたところが低かったけど、占い仕様してるんだったら、まあ別とかになったかな。俺の中では、2番さんの色が見たいっていうのはあるけど、今日は圧倒的に3釣りからでいいと思います。以上です。8番
のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。僕占いの心理ついてないんでどっちからでもいいです。6番さんがじゃあ決めてほしいかなっていうふうに思ってます。平和な盤面なんで、あ、5か、5番さんか、あ、5番さん、霊能さんに3級でしょ。3級のどっちかは決めてもらったらいいと思ってますけどかな。まあでも僕も2番さんの位置で色落ちてないっていうのは疑問に思うし、4番さんのまた誰、じゃあ5番さんが霊能出てくるって、まあそれは近くしてるから人して、じゃあ3釣りになるのか、まあそこ合わせますってとこかな。結構ね動いたんですけど、もし黒が落ちた場合、半球で黒が落ちた場合って俺7弾けると思ってるんだよね。まあ9が黒にしろ、3が黒にしろ、3が白にしろ、9が白にしろ、7番っていうのは相方だと思ってないからこういう風に動いてるんだろうなっていう風に思ってるから、7番は弾けるのかなと思ってますぐらいかな。まあでもこの盤面やったらもうすっきりしてると思うんだけどな。すごいムラ強い盤面だと思うから、まあ頑張って釣っていきましょうってくらいかな。もう話すことあんまないよね。はい、そんな話すことないんで回します。9番のプレイヤーが発言します。はい、霊能から手かけるんだったら3番から言ってな。はい、3番が狼で出ると思ってる。その時の強靭者2番、8番が2番が8番に取ったよ、それ決め打ってもいいって言ってるから結構予想薄いけど、3番が狼で出てるとしか俺がやってきた中で思えなくて、巨人だったら出にくいからね。はい、3番の相方が8番かなって思いました。3、8、ロロ、2、巨人で8番が対抗出てると勘違いしてる人物で、いや3球でしょって言っちゃったんで、これも勝ち確なんじゃないかなと思うんですけど、あの決め打って今日グレー詰めて明日3枚行くとかやってくれません？はい、進路進路と思ってもグレー詰めて占い結果残れば強いじゃないですか。はい、めちゃくちゃ飲んでほしいですけどどうですか。僕が頑張ったんですけど、はい、霊能から行くんだったら3万円から行ってください。じゃあ狼だと思ってるから3万の狼要素の一つあるとしたら乱視定を2つっていうことぐらいなんだよね。これ3万の進行論だから要素としてはないんだけど、乱視定2つ上げるときに狼と狼じゃないとこないし、2つ乱視定でちょっともないとかければ、可能性はあるよね。相方釣られないし強靭釣らない動きってできるんじゃないとかね、そんぐらいかな。はい、ほぼほぼ8番が狼だと思ってます。8番の7番の視点助が俺はどうしよう見えてしまった一周目で。はい、3番いって。レノン1番のプレイヤーが発言します。5番さん、あの僕霊能に行きたくないです。3級に関して仮に進路じゃなく進境だった場合の話なんですけど、間違いなく7、8ローローだと思ってて、7番って5番が2白出してる結果を見た上で2の色を見たい、2の色を見たいっていう発言を最後の最後まで残してるんですよ。ここを白評価した8番っていうのは明らかにおかしいし、7番自体の発言もおかしいから、もちろん4番さんの話も聞きたいんだけど、7,8 どちらか陣外もしくはどちらも陣外硬いんじゃないかなと思ってるんですね。そうなった場合って9,3 に進路だったとしてもどちらか陣外がいるだろうし、なんなら強陣もありえると思ってる。 7,8 にどちらかにロー強もしくはローローで9,3進強って可能性もありえるから、俺 7,8 どちらか進だよね。っていう進行取りたいんですけどダメですかね。むちゃくちゃ陣外っぽいんですけど、確定が多い。はい、やったら9、3に関して言えば、現状俺は安定進行したいんだけども、9が述べた通り、3って狼だったら出れるかなと思ってる。うん、3視点で9の強靭が透けるから、9のスライドも見えることから、出るメリットってあるからね。うん、ただ、7、8が死ぬほど人海に見えちゃったんで、僕、今日9、3行くより7、8詰めた方が強いと思います。正直平和村の一番辛いとこって占い結果がほぼ1回しか残せないってことだと思ってるんで、7、8詰めでいいかなと思ってます。霊能だったら、まあちょっと三郎さんも意見聞きながら決めていこうかなと思ってます。2番のプレイヤーが発言します。
難しいな。アンキーロラ。1番さんが7、8ロー、もしくは7番、8番、どっちかが人狼って言った場合、じゃあ、7、8詰めて、黒が出た。難しいな。7、8のランにしてどっちかつって、残った方を5番さんが占う。それで1番さん視点めっちゃスッキリするんじゃないかな。少なからず5番さんの色結果が7、8どちらかで見れるし、釣られた方の色は3、9で見れるし、まあ、隠し色になるか、パンダになるかは知らんがね、その3、9の例の結果は。それで1番さん視点でスッキリするんじゃないかな。部屋村の時ってライン切りとかあるから全然ラインはわからんかなって思ってるかな。平和村頑張るぞ、釣りちゃうよかった。もうレロラしようか。俺も78出る必要ないし、単体でおかしいから遅すぎる。このどっちかでいいと思います。3番のプレイヤーが発言します。私も7、8でいいかな、どっちかでいいかなって思うんですよね。4番さんとは初週の視点が似てたかなっていうふうに思ってる。で、9番さんは単純に3仕様で下った巨人やろっていうふうに思ってるんだけど、3黒出す気満々じゃんっていうふうに思ってるかな。グレー巨人として7、8どこぞに、まあ、言っときゃいいって感じじゃないかな。どうせレロランになるんでしょみたいな感じじゃないかな。と思っています。作って僕の、と成果だからっていう風に言ってるけど、三使用下に下ったや自分釣りに持ってく流れの強靭って相当メリットがあると思うんだけどなって思うから、私は旧城だと私は思うからこそ、じゃあ人狼二路潜伏かなっていう風に思うから、7、8は安易かなっていう風に思ってるけどな。4、1、2で4は村っぽいなって、私はこうなんていうのかな、初旬の発言が一緒だった。1は7、8に手かけるらへんから7、8に相方もしかしたらいるんじゃないかなって思うから、7、8のどっちかと1番かなっていうふうに思ったりはするけどなと思うけど、まあまあ旧境世界線旧ローで下ってあえてっていうのはあんまりないとは私は思うから、旧境世界線の平和村作る二郎潜伏初週からすると平和村決め込んだ7、8ロー、7、8ローで7、8ロー、もしくは7、1、8、1ローだと思っておりますよっていう感じかなっていうところです。なんで私は二浪潜伏盤面を想定しているので、グレー釣りから行きたいかな。そしたら7、8って思っています。4番のプレイヤーが発言します。はい、役職もろもろ把握しました。てかさ、限りなくね、行動と発言っていうか行動はね、9番さん霊能に関して死んだと思う。たださ、9番さんのスケールが合わないなと思ってる。3番が狼で、3、8、ローローの2強っていうスケールが合わない。8番は3番から行くっていう進行残していて、どっちかっつったら3、4、オア、3、1、ローローの濃厚じゃない？ 3 番狼塾やったら。ただ3番は初週で2番さんにか、1番が最終ローって発言内容残してるし、俺は3番さんに全く触れてもないし、だから9番さんの2強という2番強名肝心勝ったんだけどね、俺。だから9番さんのなんかグレーのスケールが合わないなと思ってるよ。ただ盤面動きは真なんだよ。で、8番さんにちょっと違和感を持ったのは、3白結果が落ちた場合は7番が白になる。あ、3黒結果が落ちた場合7番が白になる。これがよくわかんないんだよ。あなた視点って霊能の審議ついてんのかなと思って。で、7番の初週のなんかどういう具合、まあ、盤面っていうか行動動きがさ、7番さんの位置で動いたあれで動揺してたのもあるかもしれないけどさ、2番さんは隠し、2番の色を見たいって2番さん隠し色で、3番と9番が霊能審議してるから、盤面把握が遅いなと思ってるし、その動揺具合がどうなのかなと思っている。8番の3番がどうのこうのって言った後、7が白くなるという理由がわかんないんだよね。難しいね。8番行きたい、ね、以上。5番のプレイヤーが発言します。今日はもう霊能から行こう。ちょっとわからん、審議がつかない。
まずなんでかっていうと、3番さんが1周目に出るメリットが一切ないから、白もらってて。あそこなんか強靭でもう1個無駄占いしてるからご主人出なくていいですよっていう、いきなりご主人に、もう、出なくていいですよ、無駄占いって感じで出たようにも見えたし、9番さんってスラが遅すぎる。6番が騎士スラした後にもうスラしてるから、6がスラなければ情報釣りで5を釣れると思ったからとどまってて、6がスラしたから9はもう逃げたようにしか見えないかな。ちょっとスライドが遅すぎる、さすがに。だからもう9から自分行くけど、まあみんなが3が怪しいんだったら3から全然行ってもいい。自分は9に入れるね。あと3番の強靭目がなさそうならグレーから行こうとしてるとこ。3番狼なら多分出ないかな。潜伏してて9噛んだ方が得だから、3番狼なら霊能出ないと思うから、自分9行って、俺は4、9かな。それか9が白なら4が占いに出るフラグだった可能性があるから、まぁ、ちょっと一番やっぱ9怪しいかな、釣り位置言ってないのが。まぁ、自分は9番さんから行きますね。6番のプレイヤーが発言します。はいはい、おはようございます。スエッコのミラです。よろしくお願いします。そうですね、僕も今日霊能からでいいと思いますよ。まあ、7、8が単体で言ってることがおかしいけど、まあ、7番の位置っていろいろスラが起こってぐちゃぐちゃになってる位置だから、2番白って、まあ、隠しろっていうところの把握漏れも込みでね、7、8行かなくてもいいと思う。まあ、3がニセだった時って3番も7、8行きたいって言ってるから、3が狼軸で考えた時、相方7、8にいないっていう構図にもなり得るから。これ。まあ、2番さんが9番目線、2番さんが強靭に見えるんで、その、霊能を決め打ってもいい云々の発言だけだからね、うん、ちょっと弱いなって俺も思ってる、そこに関しては。3級だと3番に関しては僕1周目にすごく違和感があって、2番さんが、1を、なんて、霊能を決め打ってくれるって言ってるから印象がいいって言ってるけど、3番さんが先に釣られて、その後、対抗が決め打たれた時って3番さん、最悪じゃないですか。だから決め打ちがいいっていう進行が俺には分かんない。3番さんが霊能だとしても真のって思ったから、おかしいなって思ったら、まあ9番さん対抗出てきたんだけど、まあ、タイミング的に俺そんなに別に遅くないと思うけどね、9番。ただ、それで9番も自分のこと決め打ってほしいって言ってるから、9番狼っていう目線も全然あり得るかなって思うし、3級に関してはどっちも決め打てる要素として薄いと思ってるから。釣り切りで、はい。まあ、僕はね、僕噛まれちゃうんで、ほんと釣り切りはしてほしいです。遺言として。はい。じゃあ僕7守りするんで、今日は。はい。7は村っぽいんで。全プレイヤーの発言が終了しました。その疑いには、どんな根拠があるのか。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは9番の遺言を発表してください。いやー、8番の自投票と6番の票を失ったことがマジで残念。連動から行くんだったら3番に行ってほしいって言ってて、3番が7、8ランを飲めるときってどっちかに相方いて、どっちか追放、どっちか釣るしかないんすよ。3番の逃げ道って。はい。俺が強靭で3潮で下ったって言うんだけど、その視点でグレー釣りしませんかっていう提案で、それはないんじゃないですか、3番さん。はい。ちゃんと3番には行ってください、明日。で、結果1個しか残らないから、一番まずい考察をした。はい。8番が村でやってると思うじゃない。把握漏れして自投票してるから最悪だね。一番ダメな進行取ったよ。5番、6番が言うように絶対そんなに遅くないから。はい、俺がやりたかったことは、まあ5番の潜伏は見てなかったけど、
6番のスラが見えた段階で俺はスラした。これでいいかな。はい、結構じゃあ7番8番が俺の予想で間違ったとしてそれで飲んでる人物にいるからそこに占い使った方がいいかな。まだね、7番8番とか HP 低いんだから占い。いや俺はねちょっと釣り1はないの怪しいんだよね。4その辺で人狼に気をつけてください。釣り1言ってないな。夜の俺の刀9だけ叩いて釣り1言ってないのちょっと怪しい。いやもうクリさん草の準備でもうフライングしてるやん。占った対象は人狼ではありません。いや後ろ職人ギフトありがとう。職人が舞うな。誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。4番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。今日は3番さんに行かせていただきます。3番さんに行きます。職人ギフトありがとう、はい、てか6番さんはなんで自投票してんですか。なんで自投票したのか教えてください。マジで謎。いや、あなたは騎士をしますけど、俺もマジでさ、他に騎士が出たらあなた疑いますよ。マジで。無駄りのない、自投票をやめてください。はあ、今日は3番さん行きます。3番さん行きます。だってさ、5番が面紙入ってる可能性あるんでしょ。ってことは、占い結果残せないじゃん。多分俺はね、3がローだった場合1やと思ってますけどね。ただ新居で置くんだったら7、8で全然あるよ。6番の自投票がよくわからん。沼ある。はい、今日は3番さん行きます。3番さんにね、あの2セットを持ってないよ。ただあなたが安定進行取らせてください。以上。5番のプレイヤーが発言します。まあ、今日は3番さん釣ります。3番さん遺言で、まあ、遺言じゃなくてもまず順番回ってくるから言ってほしいんだけど、3番さんって9番さんから白もらってて、そこでいきなり霊能使用すると、まず、狂人出ないよ、ほぼ。狂人、まあ出るかもしれないけど、ほぼ対抗に狼とか出ないから炙り出そうとしてないんよね。で、なんかご主人にもう潜伏しててくださいっていう感じのいきなり出たように見えたんで、まぁ、ちょっと出たメリットを聞きたいかな。3番さんが白もらっていきなり1周目に出るメリット。まぁ、そこでちょっと、それが納得いたら3は死んで9の色が狂人というのがわかるんで、情報も落ちるんで3番さんしっかり出た理由聞きたいかな。で、あと騎士が対抗いるならもう出て絶対。で、6の狂人十分あるから、スラで逃げてるから、やっちまったと思って、すらいないんだね。4番騎士じゃないね。4番騎士なら出といてよ。騎士じゃないんだね。ああ、了解了解。じゃあ6進騎士ね。了解。あと8番さんはちょっと自投票した理由ちょうだい。霊能に狼って見させるための自投票って思われちゃうよ、あれ。8番さん多分8番さん釣られると思うよ、3の後だから。しっかり白くならないと、ダメだよ、8番さんが自投票してたら。まあ、3番さん、さっきの質問答えお願いします。6番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。取締役さんです。よろしくお願いします。自投票した理由は、まず3級の精査ができなかったから、自投票することによって、人外から、3級で狂人が出てなかったときって、狼目線、どこに狂人がいるか分かんないから、ワンチャン俺のこと狂人だと思って、俺を噛まないっていう恐れがあると思ってから、自投票しました。で、5守りです。5グッチョブ受けました。はい。で、まあ、8番は、自投票した理由を明確に述べるべき。で、グレーの人たちには、二郎構成、自分が思う二郎構成っていうのをしっかり言うべきです。うん。まあ、今、4番の発言で、ちょっと、俺のその騎士を乗っ取ろうとしてるところなのかなっていう布石に見えたんだけど、5番が騎士他いない乗ったときに、スッて言ったところは、ありがとう。まあ、
村なのかなって思いますけどね、馬さん。まあ、あの番面だったら、一角してる占いが、俺の偽を追ってるから4番が来たんだ場合、全然出れる構図だからね。だからちょっと弾けるのかなって思ってますけど。あ、5、4、しろ。ハークもです。すいません、それは。4番占ったもんね。はい、ごめんなさい、占いみたいなんだ。はい、すいません、すいません。無駄時間作っちゃって。まあ、3番狼の時って、まあ、9番が言ってるように7、8でどっちか片方に相方がいるっていう構図はあり得るけどね。3、1。どうなんだろうな。7、8、ローロー、9、強とかってちょっと俺あんま見にくいかなって思うんだけどな。狼だったら出るでしょって思うから。まあ、今日は3番釣ります。はい。7番のプレイヤーが発言します。今日は3番釣りでいいと思うんですけど、その次って、私目線確実に8、1ローラーしたら勝てるんですよね。はい。8番さんに関しては、皆さんが思ってるように言ってることはちょっとわからんかったっていうのと、1番さんに関してはなんで昨日グレーから行くって言ったんかなっていう。で、3番さんに関しては、私は信じゃないと思いますよ。3番さんって1周目の段階で、もし対抗が出てきたらローラー飲みますってまで言ったのに、なんでグレーに行くって言ったんですかね。なんでそこで生存意欲出したんですかね。そこで3は急に行ってくださいって言うならわかりますけど、それっておかしくないですか。1周目と言ってること違いますよね。って考えると3、1なんかなって安直ですけど思いますね。8番さんに関しては、まあ、よくわかってないですけど、はい。3番さんは偽だと思ってます。ってなると相方1なんかなって思ってますよ。2番さんに関しては申し訳ないです。漏れてました、完全に。すいません。以上です。8番のプレイヤーが発言します。はい、まあ、自投票した理由聞かれてるんですけど、俺3級で、占い師が3に行くって言ってる場面で、俺は9が死んだって言ってる人物なんだよ。だったら9が言ってるように8詰めって言ってたから、7、8詰めって言ったから、8で詰めて、9に死んで、新進行したらいいんじゃないかなと思ったっけ。かな。なんか俺3人せやっていうふうに思ってるから3行くけど。いや、もう噛まないと。なんで9行ったんかなっていうのは思ってるから、みんな、まずいからね、割と3のこと、偽だって言ってたのにもかかわらず、3釣りになる構図っていうのが分かんないし、もし9がエグレズミ行くって言わなかったら、俺普通に3行ってたよっていうふうに言いたいんだけどね。自分が俺はあなたのこと死んだと思ってるって言ってるし。まあグレーズレでも強かったんじゃないかなと思ってるけどね、あの占い値が減るから、うん、だからグレーズメでグレーズメって最終盤面で結局1つしか占い残せないから、グレーが釣れた盤面で、まあ、どっちにしても多分3が3級だったら俺3が釣られると思うねんな。だから勝ち格の盤面だと思ったから自分に投票したって感じかな。うん、まあそれぐらい以上。1番のプレイヤーが発言します。はい、まず7番に関して、なんか1番がグレーズリーしに行った理由を教えてくださいみたいなアンサーが来てるんで、まあ、答えときますけど、俺ちゃんと言いました。3番が仮に狼だった視点でわざわざ出るメリットがないってなった場合、3級が打ち明け心境だった場合って7、8にめちゃめちゃ人外味を感じたりとか、7、8がローロもしくは7、8どちらかに強化の可能性全然あると思った。3級が進路とか、ね、やろ。だからグレーズリ提唱しました。もちろん自分の村を知ってる。3だとしても2浪いるから、うん。8番の自投票の理由がマジで意味わかりません。3人制だと思うの。3分の2やろ。3行けばいいだけの話です。さすがに職人しないよ。投票数で見たら。3分の2人狼で職人はしない、うん。1票差だからあなたの票が無駄になってるんですよ。結果的に9番を死んでおいてるんで。3分の2で職人したら一層的な職人しない。だからやっぱり8は人狼だと思ってる。7に関してはその8をどう見たの。8の行動意味わかりません。1番グレーズメする理由を教えてください。じゃあ3を狼視線で追ってるんでしょ。7番さん俺にしかつながり得ないということを断言してますけど、じゃあ8番はどう見てるのか。そこに視点を向けられない時点でも7番人外だと思ってます。なので俺は3が死んだとしても7番か白狙いで僕目線か、うん、7番が述べたと狙おうか。はい、なので今日3番さんは死んでも申し訳ないが釣られてください。間違いなく俺はもう7、8人外、2人外だと思ってます。以上。2番のプレイヤーが発言します。
3番オオカミの時1337ってやっぱ見にくいかな。ちょっとまあ投票でライン切りされたらもう元も来ないんだけど、見にくいね投票で。1番7番が3番出るから。で8番はまあさっき1番言った通りに、別に3番がおかしいと思ったら自投票なんかせずに3番に行くべきだったと思うけどね。8番が自投票してるから3、8のライン違うアッパークで、じゃあ占うよ、みんな職人投げたいみたいな。うん、3番を紙に書くときは8しかいないかなってなっちゃうかな。で3級が新路、新教、あ、まあ、3が新とかで9番が教授になった場合の2路1。うん、いや村の時結構オオカミ当てやすいんだけどね。やっぱライン見るから7番は8番行きたい。1番は7番のことを確定が当てれないよね。難しいなぁ。だから7、8行くべきだと思うけどなぁ。7番、8番つって残った方を占って。そうした場合、1番の視点詰めれるから。例の面白白結果で占い面白だった時って1番の、1番を、ん ?1 番がかなりきつくなるから、したかったんだけど、まあ、しゃあないか。3番行って、7、8、1。発言聞いていきます。3番さんが死んであれば、7、8、1の2路構成。はい、3番のプレイヤーが発言します。まあ、単純にシンプルに票からの791のハッピーセットかなとは思うけどな。発言で8は単体で自投票も普通になんか変だなとは思うよ。今日アピしてる人狼みたいな目線も全然あると思うかなって思っている。で、私が白出されてすぐ出た理由を5番さんが聞きたいって言ってたから、とりあえず言うと、私っていうのが22番面が何よりも強いんじゃないかっていうふうに思っているのね。レイロラしてる間に占いが2個残れてって言って、平和村になったら なるって相当珍しい番面かだと思っているからこそ、私は霊能は初週で番面をクリアにするべきだと思っているから、だからシンプルに出たっていう話かな。私の精査が実際いらなくなったのは村に利がある行為だと思ってるからね。で、対抗出たらレイロラになるっていうのは割とそれで村利を作れるっていうふうに私は信じてるから。出なかったら出なかったで、出なかった時の懸念としてみんな発言を残して、その場合私はこの真ん中くらいの位置かな、二箇所を指定するっていうふうに思ってるんだけど、っていうか平和村のじゃあ 1,2 番面下において、そしたらグレー詰めの方が推奨されるまで進行論で言わなきゃダメですかねっていうふうなところかな。確かに平和村だったらレイロラだって9番が下った狂人じゃないかっていうふうに私は精査落としたからこそ、私はグレー詰めの方が強くねって思うんだけどね。そしたらワンちゃん5が黒当てた時に、はい、じゃあ来るんと最初気わかんないけども、ワンちゃん終わるんじゃんっていうふうな可能性とかもあるから、グレー詰めの方がいいと思ってはいるんだが。で、全プレイヤーの発言が終了しました。さあ、ちょっとあれよね。残りますよ。もう今永さんありがとう。もう準備し、フライングしてる。もうフライング投げてるやん。クソ。うん。投票が終了しました。パルデスさん、タコツキさんもフライング。追放されるプレイヤーは。ヒカリさんもみんな。遺言を発表してください。いや、白圧迫よ。エロラはしょうがないかなとは思ってるかな。草が平和村とは思わないだよと思ってます。一番差に入れた理由は、私ずっと7、8、1っていう風に言っていて、1と7、1と8だっていう風にめっちゃ言ってたと思うから、どっちにしろ1が繋がってくるかなと思ったから一番差に入れただけかな。時間ランキング1になるよ、これ草で。急遽っていう風にちょっと私の中で想定すると、7、8が最初から初週の段階で、平和村選定で7番が、変なことを、僕もきつい口調になったら、良くないと思うんで叩いてくださいみたいなことを言って、8番がそれに対していいねっていうふうに言ってる7、8郎にそんなに見えなかったかなって思うから、どっちかというと1がつながってくるんじゃないかっていうのが私の考察かな。もう3番さんが死んだったらちょっと感想戦で。私の考察力なら占いで出た方が良くね、そしたらと思うけど。夜が更けました。人狼に気をつけて占い師の方は、ちょっと職人白圧迫で行くよ。見なかったか。まあ
本当は8位だろうけど、ギフトありがとう。さすがに黒出るやろ、3分の。占った対象は人狼ではまた知る。夜がクリンギフトありがとう、みんな。狙ってないから、まあ狙ってるっていうか、白圧迫だからね、これ。5番、6番のプレイヤーが発言します。ショックリンギフトで時間ランキング1位。はい、おはようございます。5位まで上がった。5位まで上がった。さて、こっからっすね。草圧迫やね、これ。3番がそうだね。白を打たれて出てくるメリット。ただ3番が、これ、普通に7、8人な。平和村になったってことは、3番が多かったから、1番さんが言うように。その相方はもう後半にいないから。ってなってくると一等一、3が狼の時ってやっぱ1になるんだよな。うわ、すごい草が。ただ今みたいにあんなわざわざライン作ってくるかね、1投票して、1が怪しいと思うっていう遺言が3-1。たくまの森。いやー難しいな。なんかは、あ、でも8に関しては俺人外だと思うな。8番の発言はなんかめちゃくちゃおかしいと思う。この自投票の理由もなってないし。三狼の時って8強。三日、ね、ロー、ロー、ランク上がると注目のとこにも上がりやすくなると思う。7番より単体では俺8番が黒いかなって思う。37ロー、ローはまあ投票結果からもラインにってことは思えるけども、ちょっと見えにくいかなって思うけどな。まあ1番も投票は3なのか、でも。どうでしょう、俺8行きたいかな。とりあえず人外っぽいから一番発言で単体で。はい。7番のプレイヤーが発言します。もう1さえつらないと思いますよ。8番言っとけば、まず確実に明日は来るんで、それでいいと思いますよ。だって、7、8で見えてる人もいて、3、8で見えてるんだったら3を噛んで終わってる。で、今6番さんが言ったように、3、1、ロール、8、強ってなってるんだったら、例えば今日7位って明日 BP ですってなる可能性あるんで、確実に今日8位行く場面です。どんだけ草放送って。8位っとけば、いや、だから私も8、1、ロールだったら勝てるんですけど、どう考えても今日は8か1のランでお願いしますね。そこに関しては、まあ、4番さんがしっかりと考察含めしっかり伸ばしていただければっていうところではありますが、私も8でいいと思いますよ。はい。ただ3番さんの最後のなんで1に投票したんかなって、あれがどうしても臭すぎてそっちも拭えませんが、8番さんの自投票の理由が私も一切意味わかんなくて、9番は信頼置いてるんだったら3人入れやいやんっていう。私は3が偽だと思ってるから3人入れてるんですけど、それ同じじゃないですか、ね。4位まで上がったよ。だって自投票意味わかんないんで、この自投票した人が最後まで残って、結局わけわかんねえって、結局8位つって負けるんだったら、とかっていうふうになるんのは嫌なんで、8残ってとか、そうグズグズなんで嫌なんで、まあ8番さん、確実陣内と思ってるんで、8いきますわ。以上です。ヒカキン抜いたの？ 8 番。すごいじゃん、これ見るだものヒカキンじゃん。まあ、だから言ってるやん、こうなるやったら最初から8つっとけってんじゃん。結局、9-3で審議もついてないのに、7番は何ですか？3制で、ロックするってこと。いや、わかんないけど、どっちが偽かなんてわかんないじゃん、こうなってしまったら。だから8釣りから入れってという話をしたの。てか結局7番さんって俺の言うとしてた信用取ってないし、まあ、てるやねえ、てるや、俺1だと思ってるんだけどな、1だと思ってたんだけどなっていうのを考察として残しとくんだけど、ヒカキンを超えたって7番の生存力もよくわかんないんだよ。まあ、この番目だったら、まあ、勝ち確、負け確になるから、あ、さん、まあ、分からんでもないけど、7番の目線で1って全く見えないもんな。あゆにさん、それは生きりよ。俺がさ、何に見えてるって言って、何に見えても人が一緒で1って黒になるから。あゆにさん、あれは白く見てもらうためのね。視点破綻してんなっていうふうには思ったから。まあ、
な、うん。いやー、これ、昨日にスクショしたよ、ヒカキン。まあ、2-4で、2-4が白でしょ。で、俺は心境だと思ってるから。そうそう、戦略ね、戦略。どっちでもいいんだけどな、俺から詰めるって言ったら、まあ、結核だよ、ね。そうか、俺から詰められたら、まあ、企画なんか、93心境で今、効果落ちてるから、17で俺詰められたら負けなんだ。いやー、7番がさ、強靭で見てるのか、ローで見てるのかっていうのを3球ね。あ、どうだろう、もう過去に超えたこともあるかもしれないね。はい。もうおそらく完璧に見抜きました。7王から8強靭も間違いないと思ってます。7番に関しては、8釣れば、なんて言ってた、確実に明日が来るって言ってんだよ、7番って。8番の白助してるでしょ。8番っていうのは、7-1に対して均等にヘイトをぶちまけ、1が狼に見える。けど7番もな、この色の見えてない発言、かつ自投票、間違いなく強靭だと思う。だから8番強靭、7狼なんで、今日は投票行動と利がないのは圧倒的に8番だが、俺は7番に。プラス3番昨日の遺言で土着そ黒くなった場所が1個あり、3番っていうのは7、8、狼、9を強靭として想定した場合っていう発言をなんかすごい偉そうに述べてたんだけど、あなた目線9、白出してたら強靭しかないでしょ。想定もクソも9番は強靭なんです、あなた目線。だからそういう意味で3番のシーンはあの一瞬で一気に消え去りました。はい、3が黒だった場合、8に対して全く触れないこと、かつ8が受投票したことによって8に釣りを寄せるようにした、8強靭で7狼が俺の中ではもう完璧に見抜けたかなと思ってるので、間違いなく7に行きます。元で、はい、7釣ります。ピーナッツパン、ピーナッツパンとブドウパン食べる予定。ちょっとお手洗い行ってこよう。もう一番を村置きするしかないんじゃないかな。7、8がちょっともう分からんけど、一番村置きして、もう7、8ローもしくは3、8、まあ、3、7はちょっと見えづらいけど、もうこれもそのどれかと思って信じるしかないんかな。8番さんに言っとくと、まあ、8番さん仮に 村であれば、まあ、8番つったら負けっていうのも分かるけど、まあ、1番7番に狼がいるんでしょ。で、あなた目線にその2-4、3番狼軸、3番偽って思ってるってことは3番強靭もしくは3番人狼なんでしょ。じゃあ3番人狼だった時に3-1、3-7で2-4にじゃあ強靭がいるかもしれないってとこまで落とさないと。じゃないと仮に8番が釣られなくても1番7番の精査を間違えたら PP で負けるってとこまで考えないとなーっていうところがあるんで、まあ、8番はでもまあ自投票もしてるから強靭かなと。で7番狼いいんじゃないですかね。分からんけどだからやっぱ7番8番から釣る進行が強かったと思うけどな。まあいいや、7番いきます。4番のプレイヤーが発言します。たくまさんはどこ占った、どこ白、どこ黒、教えて。7ロー8強、73ロー8強人、37ロー8強人、37ロー8強人で7番は速攻、あんなに動揺してたのに3番から行くっていう発言ないように残すか。投票記録確認しよう。3番どこ行ってんだ。そうそう。あ、じゃあ7番はどこ、3番見えないな。3、7、ローロ、8、強は見えないぞ。悪いけど、3、7、ローロ、8、強は1番の世界線を追えないぞ。でも7番の明日が来るって、なんか1番と戦う準備してない発言内容も臭いんだよな。1番は7ロー8強。いやー、7、8なんじゃないの。俺1番狼だと思うんだけどな。俺はね、
一番が狼だと私は思うんだけど、どっちにしろ新境だった場合って3番が狼で、ね、どっちにしろ負けか、レノ出るかな。いや、78の人気投票でいいんじゃないですか。好きな方投票したら3番強靭、3番ってあっても強だから78でしょ、78人狼でしょ。4が 1?8 番のプレイヤーが発言します。これからか、4が1投票、4が1投票、わからんな。で、これってさ、78、そうか。いや、俺強靭だと思うな、3番2が放棄してるぞ。違うの、3級でローが出てくることなんてあんのか。どっちにしても強靭だと思うんだよね。2強あるな。7つっといた方がいいんじゃない。しかも、もう一つ言っとくと、何やったっけ、3級でローラーするって近くの役職2人とも言ってるんだよ。の盤面で、普通に考えたら、どっちが釣れてもいいと思うんだけど。特に、3に投票したかとか、投票行動を見てる。っていう意味はないかなと思ってっていうの発言を俺一番がしたと思うんだけどね。で、一番の時7見れてんのかわかんねえ。まあ7番のプレイヤーが発言します。2強制あるよ、例の私もヨバさんと同様に、まあもし8で終わんなかったら1かなとは思いますけどね。一番さんに関しては、あの完全にレイロラする流れからレイロラに持っていかなかったっていうところと、サンバさんとのラインあると思いますよ。サンバさんはラストで1番さんに入れることによって、サンバさんが2セットになった時に1番さんのラインかっていう考察が普通に考えればできるからですよね。まあ私はそれは逆に黒いと思いますけど、あと1番さんが2セットも予想としては、1は何に入れとくことによって7月ってその次の日が来ました 1-8 の精査であれば、1番さんは絶対8番さんには勝てますよ。どうやっても。小月さんのコメント笑うね。まあ、それぐらいしかないと思いますよ。サンナーロールだと思いますってめっちゃ言ってましたけど、どういうふうに見てサンナーロールに結びつけるんですかね。私、わかんないですよ、それは。最初に発言で3生きてーって言ってますけどね。はい。いや。それな。ほんと高いよね、イナーさんの声が。ほんまそれって書いてる。ああ、ユニさんね、アンチがいるからね、タクマアンチいるから、フロープの人、タクマ多分嫌いだからだよ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、7番、7番の遺言を発表してください。いやいや、これは違うと思いますよ。はい。いやー、ヨマさん、強靭はないと思いますよ。4強ありそうや、騎士乗っ取ろうとしたし、占いフラグ乗ってるから。なんでかっていうと、私が強靭だからです。これ3だろうか。はい。8馬さん人狼だったらもう8っていいんじゃないですか。はい。はい、ヨマさん強靭はないんで、八馬さん人狼だったら、そこ騙さないでくださいね。まあ、8つったら終わりですけど。はい。いやー、一番さんだと思いますけどね、どう考えても。一番さんね。3なんだと思います。そんなに3なのに見えましたかね。あ、強靭、これ嘘っすよ。マジで。強靭は嘘です。私が強靭です。以上です。夜が更けました。何それ、私が強靭ですって何何これ私が強靭ですって何あ、じゃあ78か。7が、あれや、強靭ですって言う必要もらでないから、7人狼やろ。夜が明けました。
昨夜は1名の方が亡くなりました。6番、8番のプレイヤーが発言します。はい、7番の狂人が亡くなったんで僕人狼なんで2行きます。2詰めます。2人狼狂人使用してないんで2詰めます。2詰めます。僕人狼なんで2詰めます。はい、巨人さんありがとうございました。どこかちょっとわかんないけど、とりあえず2が使用してないから2は絶対そうだし、7が強靭使用した事件でその村確定したんで、はい、2いきます。以上です。1番のプレイヤーが発言します。はい、別に2が強靭になると4が強靭になると俺の票はもう8にしかいかないんで8にいきます。まあ7強8ローだったらもう目論見通りじゃん。二人外完全に当たってたと思います。4が狂人だったらもう知りません。俺は8にしか行きません。以上。2番のプレイヤーが発言します。やっぱ7、8から詰めるべきだったよね。8行きます。4番のプレイヤーが発言します。1行こうかな。8番さん1行きましょう。1番行きましょう。以上。え？これ何？ 4 もおらんなんて、ガチで7キロやったよね。ん？これなんだ？ 1 番のプレイヤーが発言します。教授いねえ。はい、言うことないです。以上。8番のプレイヤーが発言します。僕も言うことないです。以上。あ、4番か確定か。ありがとね。これ4番教授なら2に行くっていうか、これ4村やろ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、ゲーム終了、村人陣営の勝利です。だから言ったのに、騙すなよ。7ガチ強、立ち悪いなあ。つもり本当にお前は今来たな。あれじゃあさ、俺カメラだけですって言えばよかったんやね。だから8番頑張れっつったのに、お前はみ出るだろ、されちゃう。7番さん1釣りをしてよ。いや知らないよ。4強なら2でいいからね、 100%。 うん、いやだって3-1がいい。私としては勝てないんで、もう3-1じゃなかったら負けていいやと思って8釣りをするしかないですよ、私としては。やめて、合ってる。たくまさんの占い師どこですか？ん？ 1白。いや惜しかったね。いや俺あの7番さんがさ、しあの強靭使用しなかったら変わってたな。いや1番がさ狼って可能性もあるし、7番がスメラで狂人使用したって可能性もあって、2から1に変えたんで、間違いないなと思って8投票した。いやだってもう見えたから、7、8人がやマジで。いやだから8番さんが最後にもうちょい村っぽい発言しとけばいいのに、何人狼言ってこいつ、なんかもう自信満々に4番狂人だと思ってるじゃんって笑ってましたよ。ごめんなさい。これちょっと強靭人狼使用したのはどっちにしても釣られるから強靭アピールしとかないと。結局だから8番が迷ったでしょ。で8番が俺に投票しなかったから本当に強靭なんかなと思った。あ、じゃあ4番か。いい。3番さんはなぜ出たの、霊能で。え、いや相方を隠すためかな。
まさか平和村になると思わなくてさ、強靭なんかしてくれと思って。いやだから 6白で出ようとしたんですけど、6番さんが恨んでいたことによって急に白いってるから、6オオカミかと思って出るのやめたら6えぇ、ー、と思って。だからエリートなんだよ俺の騎士のね、騎士すらは。松たくまさんがさ占うとこで絶対強靭あんまりないよね。まあ4も今日もありそうだったけどね、占い出ようとしてた感じがあったからいや4占いはマジでよかったよ本当に。5番さん、いや1釣りに持ってけると思ったんだけどな。本当俺4、あゆみさんありがとう。4番絶対ないと思ってたよずっと終始。そう、5番目線9番怪しんでて4級で見てるから4番占うしかないんだよ。5番ってだから4番占い使って指定詰めた方が多分まだいけるかなと思ったから。9番さんの7、僕も言ったけど7、8釣りって分かるでしょ9番さんだったら。ああ分かるよ。で俺8番は7番のステンスが入ってるから、俺はそれで7番をどっから走ってて7番の強者持ってなかったけど、8番の陣外は8、3は多分誰だ。